どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、秋物の1週間コーディネートをやっていきたいというふうに思います。ちょっと前にね、秋物プチプラコーデみたいな感じでユニクロ、ギャップ、無印良品みたいな感じでね、お伝えしてたと思うんですけども、今回は、プチプラなるべく使わないでコーディネートっていう感じでやっていきたいなというふうに思っております。なんでね、1日目、今日はね天気いいんですけど、朝すっげー寒くて天気崩れるそうでね、こうグズグズな天気しております。ただ今はねすごい晴れてるんでね、天気予報当てになんねえなと思っておりますっていう感じでね、1日目なんですけども、こんな感じのコーディネートになっております。僕がね最近育てたいものを全然育ちきれてないっていうところがありますので、育てたいものコーディネート、上がねこれがリーバイスのファーストで、48サイズっていうワイパーさんっていうね、ちょっと前に動画撮ってると思うんですけども、そこの別注のサイズ感になってるジージャンになります。購入してからもう1回洗って、で今ちょっと縮んでる状態なんですけども、もともと48っていうサイズかなりでかいので、中にねこんな感じでユーズドのスウェットを合わせております。かなりこれもね大きいんですけども、余裕で入ってしまうくらいのサイズ感になってるんで、ダラッとしてますね。でパンツもね、一応これがリーバイスのカタカナでね、リーバイスって書いてあるね、ちょっと記念モデルのやつで、めっちゃ高かったんですけども、なんとバイクに乗ってたらね、この右裾が燃えたパンツになります。ただ燃えたところでねカットしてもらったらいい具合のレングスになっていて、これはねまだ一度も洗ってません。なんでね、まだちょっとノリがついてる状態なんですけども、それを履き込んで、で後に洗って自分のサイズに落とそうというふうに思ってます。で靴はねスリッポン合わせてますね。ブーツ合わせたかったんですけど、なんかこのねデニムオンデニムの形でブーツ合わせちゃうと結構ねやっぱゴリゴリな感じになっちゃうんで、このスウェットとかジャケットもねサイズ感結構大きめでね、ゆるっとしてる感じだったので、カジュアルに寄せてスニーカーで合わせました。でそれでね、カジュアルすぎないようにバランス調整ってところですね。最近よくかけてるこのマイキータの、アイウェアになります。この問い合わせがねインスタでもすんごい来てまして、マイキータです。はい、っていう感じの1日目のコーディネートになりました。で2日目、またちょっと系統変えていきたいと思うんですけど、何かしらで、さっきプチプラは使わないっていう風に言ってたんですけど、何かしら使っちゃうかもしれません。では行ってみましょう。はい、っていう感じで2日目になります。こんな感じですね。今日は天気が悪いので室内にいるってことでね、ロンティーにこのベストのスタイルで、のんびり行こうかなと思っております。1日目がこうスウェットにジージャンって感じで、結構もう冬に近いような装備だったんですけど、室内温度が一定なので、良くも悪くも夏場は寒いというか涼しいし、今の時期結構ね涼しくなってきたけど、少し暖かく感じるくらいのね気温になっております。なので、こんな感じで過ごせるんですが、上から行くと、いつも通り CPH さんのキャスケット、これはちょっと前とか去年とかだったっけな、別注で作らせていただいたアーミーサージの生地のものになっております。でこのベストが、これが一応主役みたいな感じなんですけど、アンソロジーっていう三軒茶屋にある古着屋さん、仲がいいふみくんっていう方がね店長やってるんですけども、その方がオリジナルで作ったこのポーラテックを使ったベスト、これねすごい可愛い。あとはね、中に着てるのが LLB のヘンリーネックの、もうほぼスウェットみたいなサーマルですね。裏地がねちょっと機能感がすごくね肌触りがいいものになってます。パンツがこれサンプルですね。パブロヴィンチって僕がやってる洋服のねブーツカットのデニム作ってるんですけど、この第3弾試作品かな、これでちょっとね履き込んでどうなるかっていうところ今試してるんで、結構履いてます。であとはブーツがダナーのね、これケーブトゥルーパー、めちゃくちゃ歩きやすい、もうほんと軽いし、スニーカーライクにね履けちゃうブーツで、だけど見た目はねちょっとマウンテンっぽい山系のブーツになってるので、なんかこのベストのアースカラーだったりとか、このキャスケットのねカーキだったりとかとすごく相性がいいので、このコーディネートにしております。はい、っていう感じで2日目なんですけども、天気次第にはなるんですけどね、あと気温か、日中なんかはねそこまでこう寒いって日はそこまでないんですけど、朝と夜は割とね肌寒かったりとかするので、中綿系のジャケットとか、もっと暖かい格好していくかもしれないんですが、なるべく秋っぽい感じでお伝えしていければと思います。では3日目どうぞ。
はい、っていう感じで3日目になります。プチプラファストファッションは使わないって言ったくせにほとんどユニクロになってしまった3日目になりますね。このニットシャツが最近発売したユニクロ U のニットオーバーシャツジャケットっていうもので、まあ、これと中に着てるタンクトップもユニクロだし、パンツに関しても何だろう、前のシーズンだかその前だかで買ったユニクロ U のスウェットパンツ、これね本当形綺麗だし楽なんですよ。裏起毛でね、ちょっとつるっとした表生地の感じもすごくいいですし、気に入っているものになります。であとはそれに合わせてブーツをねスウェットに合わせるのが好きなんで、こんな感じでレッドウィングのスウェードのブーツを合わせております。まあ、いつもだとドクターマーチンとか合わせることが多いんですけど、まあ、なんかこのねニット帽で今日はベージュ系のコットンニットのすごいモコモコしてるニット帽を合わせてるので、まあ、それに伴って、まあ、ベージュのブーツが良かったんで、モノトーンでね寂しかったんでちょっとペイントが入ってるモデルを入れてみました。あとはアイウェア、これジュリアスタートオプティカルの超光レンズが入ってるんで、こう日の光に当たるとサングラスになるようなモデルになってます。今日がね打って変わってすげえ昼間暑いので、まあ、これくらいのねタンクトップにニットシャツみたいな感じの雰囲気がとっても個人的にはハマるかなと思って合わせております。はい、っていう感じで4日目行ってみたいと思います。はい、っていう感じで4日目のコーディネートになります。まあ、こんな感じでレザーを着たかったんで、まあ、レザー主体のコーディネートですね。これがジェームス・グロスの、名前は忘れました、マジでお気に入り、ホースレザーでね、もうちょっと着てるんでツヤだったりとかシワ感とかで、やっぱホースはすごい早く出るなっていう風に思いました。ホースレザーのジャケット僕は初めて着用してるんですけど、本当にいいなっていう風に思ってます。思ってたより革のパキパキさみたいなのねちょっとね印象があったんですよ、ホースレザーってなんですけど、このジェームス・グロスのやつは本当しっとりしてて肌触りも良くて着やすいです。コーディネートでハット、これがパブロ・ヴィンチって僕がやってるやつのハットで、いつ出そうかっていうところのアイテムになってます。なんか数が全然作れてないんで、多分ゲリラ発売するかなと思います。でインナーもこれ昔作ったヘンリーネックで、パンツはねディッキーズダブルニーのワークパンツにしてますね。本当はねここだかここにねパッチが、こういうねパッチがついてたんですけど、ここだったっけな、なんか邪魔くさいんで僕は取っちゃいました。すごく太みで、普通のディッキーズの人気モデルよりも結構太みにできていてストンと落ちているので、なんかアメカジのスタイルだったりとかでもね使えますし、カジュアルにゆったりと着たい、そんな時にもすごくおすすめです。で合わせてるブーツに関してはホワイツのノースベストのオックスフォード、こいつだけは育たん、本当に結構履いてるんですよこれなんですけど、やっぱ足首までないので、まあ、そういったところのねこのしなりとかがなかなか出ないので、歩きじわもね全然出てないですし、ソールに関してもまだガチガチなんですけど、まあ、本当に一生かけてこいつは育てていきたいなと思っておりますっていう感じですね。まあ天気はいいんですけど結構肌寒いんで、 T シャツの上にこういう風なレザーのジャケットとか一番いい気候かなと個人的には思っております。で明日明後日し明後日みたいな感じで5、6、7日っていう風にあるんですけど、まあなんか気温もねぐっと下がるみたいなので、まあ撮る時間帯にもよると思うんですけどね、日中だったら暖かいと思うんですけど、少し日が落ちてからの撮影とかだともしかしたらもうちょっと暖かめなウター着用するかもしれません。では次行ってみましょう。はい、っていう感じで5日目になります。今日はですね洋服の打ち合わせやら何やらが表参道にありまして、シンプルイズザベストコーデ、まあ、動きやすいコーディネートですね、こんな感じにしております。上から頭のベレー帽とジュリアスタートオプティカルのレンズアイウェアですね。であとはね今これやっと出来上がった今年の釣り網のパーカーです。なんと贅沢に黒染めしております。今年は黒と、あと去年同様にヘザーグレーがあるようなモデルなんですけど、まあ贅沢っすよね。普通にタロンのジップ使ってますからね、これ。で釣り網だとね、色の木感だったりとか、そういったところがね、やっぱ特徴的になるんで、グレーとか作るところが多いと思うんですけど、グレーもありつつ、今回は黒も作っております。で、あとパンツに関してはレッドキャップですね。
これほんと5000円以下とか、もう下手すると3000円くらいで買えるね、ワークパンツでかなりおすすめです。まあ季節的にねちょっと寒くなってきたのでディッキーズでもいいんですけど、まあなんかこの軽さというか着やすさのところがおすすめなポイントなので、まあ春夏あとは秋の始まりなんかはね、レッドキャップの方が軽やかで使いやすいかなと思います。あとインナーか、インナーは昔作ったあれですね、キネマのヘンリーネックのロンティー、これねでもパブロの方で、僕が今やってるパブロビンチっていう洋服の方で多分来月だかなんかに出ると思うんで、まあよかったら。あとブーツ最近買ったウエスコのボス、なんかねこの黒のスウェードのエンジニアっていうとビームスベッチュのレッドウィングのエンジニアとかもあるんですけども、なんか僕のイメージだと本当ボスのイメージが強くて、初めてウエスコ買ったんですけどいいっすね。なんかこのビーブラム100のこのゴツゴツ感、なんかぼってりした感じだったりとか、なんか今までにないエンジニアっていう感じで、多分エンジニアブーツとかあんま履かない人とかだと、もうどれも一緒でしょとか思うと思うんですけど、僕の中ではだいぶ違いを感じております。そんなコーディネートです。明日あたり寒くなるっていうのもありますし、多分取れるのが夕方以降とかになっちゃうと思うんで、ちょっとアウターなんかもね着つつお送りしていきたいと思います。どうぞ。はい、っていう感じで6日目になります、まあ、こんな感じで夕方に撮っちゃってるんでちょっと肌寒いんでね、コートを下ろしました。はい、っていう感じで上はいつも通りマイキータとマルジェラのアイウェアで、髪は今日はマジでボサボサです。はい、セットが全然決まりません。で途中帽子かぶってたんでその癖がついてるんで許してください。でコートがマッキントッシュ、これ実はですね多分来週くらいにあの案件の動画が出ますその時にねゲットしたコートなんですけど、ツイードの素材でマジで軽いんですよこれ。でちょっと前にトラディショナルウェザーウェアの案件の動画かなんかの時に冒頭で着てて、なんかすごい問い合わせというか僕の方にも反響があって、まあ、そのコートになりますね。まあ色味だったりとか素材的には結構冬っぽさを感じるんですけど、本当にライトアウターみたいなそんな軽さをしているものになりますので、今の季節ぴったりですね。で中にいつも通りヘンリーネックのパックティーですね、なんか昔作ったやつです。ヘンリーネックばっかり着てるんですけど、個人的にはレイヤードさせる時にすごい好きで、こんな感じで合わせてるのと、あとはこれですね、フルカウントで買った先染めのブラックのデニムになります。先染めブラックのねデニムをずっと探してるんですけど、いい感じのものがなくて、でフルカウントでねちょうどいい感じのがあったので買ってみたんですけど、ブーツアウトもできるし、まあちょっと細身な感じをね久しぶりに履きたいなと思ってたので買ってしまいました。どう育つかが楽しみですね。で足元に関してはブーツなんですけども、リオスオブメルセデスっていうねウエスタンブーツなんですよ。これ実はこんな感じでシワがちょっと黒いんですけども、それがねまたいい感じになっていて、これは中古で買ったんで最初から馴染みも出てるんですけども、かなり歩きやすくて、でワイズがちょっと細めになってるんで、こういう風な細身のデニムなんかと、あとコートなんかとか合わせても、なんだろうウエスタンブーツのねこの癖の強さってとかそこまで出ないので合わせやすくて重宝してます。はい、っていう感じで結構寒くなってきたんで、次ちょっとね最終日に着たいものがあるんでね、セットアップなんですけども、それを着ていきたいと思います。はい、っていう感じで1週間後で最終日になります。最後に行きたかったのはやっぱねこのセットアップ、オイルドチノっていう生地でね作った、前に作ったパンツがあるんですけど、まあそれのジャケットをねこの秋冬で作ってて、まあなんかこんな感じで裏地にねラグが
入ってたりとか、まあ冬のアウターなんですけど、中に着てるのはね、薄手のロンティーで、アウター T シャツっていうね、コンビニで買えるやつなんだけど、あれの黒に一応ね、このジャケット合わせてます。まあまだね、ちょっとオーバースペックじゃないのってとこあるんですけど、夜結構寒いんで、こんな感じで、室内に入ったらロンティーになるみたいな感じにしております。で、あとは変わらず最近買った、ウエスコのボス、これをねちょっと育てたくて今日も履いてしまいました。まあ、こんな感じで T シャツとブーツの色をリンクさせてみたいな感じでやることが多いですね。あとはいつも通りキャスケットとなんかマイキータの、もう最近こればっかかけちゃってるんでね、ちょっと変えようかなと思ってたんですけど、気を抜くとこれになってしまうというコーディネートになります。はい、っていう感じで、まあセットアップなんでね、こんな感じで上下合わせてもいいですし、別々で使うこともあるんですけど、たまに合わせたくなるので、だから両方とも L サイズなんで結構僕からしたらでかいんですけども、まあだらっと楽な感じのセットアップでね、オイドチノの生地自体まだバリバリで、まだ上なんかはねすんごい硬いんですけども、ちょっと早めからこれ着なじみを出していきたいなっていうのがありましたので、もう先行して着ております。はい、そんなラストのコーディネートでした。はい、っていう感じで1週間コーデいかがでしたでしょうか。最近ねインスタグラムとかもすごい更新してて、なんか毎日コーディネート乗っけたいとか、まあタバコ休憩の時にねなんかリール撮ったりとか、まあそんな感じで日々のコーディネートやってるんで、多分そっちを見てた方が早い気はするんですけど、まあしっかり編集を入れてやった感じにしたので、もしねこの秋冬の参考になれば幸いです。なんか同じアイテムじゃなくても似たようなアイテムって絶対あると思うので、例えばこのなんかオイゾチノのパンツとかだったら、まあディッキーズとかそういったところも使えると思いますし、あとこういう風なねワークジャケットに関しても、なんだろうな、フィルソンだったりとか、まあワークブランドが出してるようなところのジャケットだったりとか似てるものもあると思うので、そういったところで再現性は高くできるかなっていう風に思います。まあ大事なのは小物使いとかバランス、色使いとかがね、秋冬の季節感をどう出すかってところもあると思うので、そういったところでね楽しんでいただければというふうに思います。はい、っていう感じで、またね冬のシーズンになったら多分僕はもうダウンジャケットばっかり着てるんじゃないかっていうふうに思うんですけども、まあなんかなるべくレイヤードしたねコーディネートだったりとか冬のシーズンにもお送りできたらなっていうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。あとはですね、さっきも言ったインスタグラム、ちょっとね今強化月間中でして、なんか知らないけどインスタに今ハマってるので、よかったらフォローしてください。目指せ5万人で頑張っております。はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったと終わりました、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。